まあ、まあ全体のハードワークベースは変えずに、まあ、試合を取り戻しました。さあそして柏の7番大谷秀和、現役最後のピッチングです。公式戦トータル611試合目欲しい柏は出たいですね。大谷先生ですね。そうですね。川口です。そして高橋裕二、大谷、大谷左に降りて三つ丸を押し上げました。大谷です。小山津のシュート、大谷拾う、大谷、大谷頭で下げて三つ丸です。サイドで交代の瞬間を今待っています。これを大谷背後へ、細谷が来る、三つ丸から大谷しっかりブロック、あうまく反転した大谷、落としてどっか、肘は速いですね。大谷から山田、跳ね返す、このセカンドボールは大谷だ、大谷、川口、川口、スベリントンを中に入れた。そこには大谷が戻ってきてました。ボタンはトリックがあるかどうか。大谷がコントロールして小山津へ、はい、大谷スルー。ラストゲームピッチに立った大谷秀和はやっぱりこのチームの中心であり続けたその力を示しました。